まあ、やっぱりこの N1 という大会、去年出れなかったので2年ぶり、その2年ぶりの思いをこの今年の N1 必ずぶつけて、まあ、目指すは優勝です、はい、やっぱり結果という面では全然満足はできないんですけども、その N1 を体感できたっていうことがこの2年ぶりのこの N1 につながってくるんじゃないかな、つなげていかないといけないなと思う、はい、全員ですね、まあ、初対戦の人もいるし、自分の中でいろいろ思い入れのある選手もいるし、あとシングルで塩崎選手とは当たったことがないので、そこも自分の中では楽しみというか、すごいどんな感じなんだろうっていう思いがあります。やっぱりそのまずは B ブロック勝ち上がらないとどうにもならないので、そこはまだ考えてないんですけど、自分の中で思ってるのは、ノアで初めてタッグのベルトを巻いた時のパートナーの北宮選手と優勝決定戦で当たれればなと、もう自分らしくどんどん正面からぶつかって、この熱い N1 に負けないぐらいの熱さを出していきたいなと思います。灼熱の夏、そして灼熱の N1、 それに負けない灼熱の稲葉大輝で2023 N1 優勝を狙っていきます。ノアがお届けする灼熱の夏休み、アベマプレゼンツ N1 ビクトリー2023。 A ブロック8人、 B ブロック8人、それぞれがシングルマッチの総当たり戦を行う。そしてトップの両者が9月3日メディオンアリーナ大阪第一競技場で激突、最強を決める全対戦カード。開幕戦8月6日横浜武道館。注目カードは A ブロックジェイクリー VS ティモシー・サッチャー、 B ブロック中島克彦 VS 曽谷学ぶ。これらを含む公式戦は A ブロック4試合、B ブロック4試合。8月9日、10日、11日は東京後楽園ホール怒涛の3連戦。まずは8月9日、注目カードは A ブロック、ジェイク・リー VS 吉岡優輝、 B ブロック、塩崎ゴー VS 安西優馬。公式戦は A ブロック3試合、 B ブロック4試合。8月10日 A ブロック剣王 VS 稲村良樹、 B ブロックサクソン・ハックスリー VS ランス・アノアイ。 A ブロック4試合、 B ブロック3試合。8月11日 A ブロックマサ・キタミヤ VS 稲村良樹、 B ブロック塩崎ゴー VS リホデ・ドクトル・ワグナー・ジュニア。 A ブロック3試合、 B ブロック3試合。 N1 が北の大地に初上陸、8月19日20日の2連戦、シャトレーゼガトーキングダム札幌。まずは8月19日 A ブロックアダム・ブルックス VS 吉岡優輝、 B ブロック中島克彦 VS 安西優馬。A ブロック3試合、 B ブロック3試合。8月20日 A ブロックジェイク・リー VS ジャック・モリス、 B ブロック曽谷学 VS
ナンス・アノアイ。 A ブロック3試合、 B ブロック3試合。8月26日は仙台ピッター。 A ブロック、クンオー VS マサキサミア。 B ブロック、塩崎ゴー VS サヤマラブ。 A ブロック4試合、 B ブロック4試合。8月27日はいよいよブロック最終戦、カルッツ川崎。 A ブロック、ジェイクリー VS ケンオー。 B ブロック、塩崎ゴー VS 中島勝人。 A ブロック4試合、 B ブロック4試合。そして9月3日は優勝決定戦、エディオンアリーナ大阪第一競技場。 A ブロック1位と B ブロック1位が激突、ノアの頂点が決まる。灼熱の夏を制するのは果たして誰だ。